浦和のマティアス・ヘグも監督が4日、ホーム・湘南線、6日・浦和駒場スタジアムに向けたオンライン会見に出席し、負傷者について言及した。MF ・サミュエル・グスタフソンはスウェーデン代表の活動中に左膝を負傷。6月の C 大阪戦から欠場が続いているが、サミュエル・グスタフソンについては少し体調不良になっていて。 前回の試合ではメンバー入りすることができなかった。次の試合でメンバー入りできればと思っている、と語った。FW ・前田直樹についても、前田、直樹も、ここ数日、良くなって練習に復帰している。彼もメンバー入りできればと思っている、と期待した。6月の名古屋戦で J1 通算250試合出場を達成した MF 関根貴寛らにも触れた。 名古屋戦の後、リバウンドのあった高、関根貴大、松尾、雄介、小泉、果歩の3人に関しては次のアウェーゲーム京都戦に間に合えばと思っている、と説明した。3連勝のかかる湘南との一戦は浦和駒場スタジアムで行われる。指揮官は、本日の練習は駒場スタジアムで行われた。ピッチの状態は非常に良いと思う。 クラブにとってもサポーターの方々にとっても歴史の詰まったスタジアムだと思うので楽しみにしていると明るく話した。